ルーベン・オリバレスは、メキシコの元プロボクサー。メキシコシティ出身。元 WBA、WBC 世界バンタム級、WBA 世界フェザー級、WBC 世界フェザー級の2階級制覇王者である。1965年1月4日、プロデビュー戦を 1RKO で飾る。デビューから26戦連続で、こを重ねる。 1967年10月14日には、ファイティング、原田の実定である牛若丸原田。1969年5月23日には1964年、東京オリンピック金メダリストの桜井高雄も、子で退ける。52戦51勝49個1分の戦績を、引っさげ。1969年8月22日、ライオネル・ローズが持つ WBA。 WBC 世界バンタム級王座に挑戦。5回小勝利で王座を奪取する。その後も防衛に2回成功したが、1970年10月16日、中著カスティーヨに 14RKO でプロ初の敗北を喫し王座陥落。1971年4月2日、カスティーヨと再戦。判定の末、WBAWBC 王座を奪回する。 その後も、こう重ね、再び古街道を爆心したかに思えた。1971年10月25日、愛知県体育館での金沢和義との防衛戦は、日本ボクシング史上に残る、世紀の死闘を繰り広げた。1969年1月26日に一度、対戦しに R で退けた相手だったが、13R には、右アッパーを受けて、クロック に陥るななど大乱戦となり14 r までもつれ込む最終的には、小勝利を収めたが、この試合が、オリバレスにとっての大きなターニングポイントとなる。この試合は、金平正樹がプロモートした中で、最高のファイトだったという、同年の日本プロボクシングで、年間最高試合にも選ばれた。1972年3月19日、 ラファエル・エレラに敗れ再び王座陥落。その後、フェザー級に転休、転球早いラウンドでの小決着が少なくなる。1974年7月9日、WBA 世界フェザー級王座決定戦で、歌川善スキを 7RKO で退け、2階級制覇を達成する。11月23日、アレクシス・アルゲリオに 13RKO 負けを喫し、王座陥落。 1975年6月20日、ボビー・チャコンを西子で退け、WBC 世界フェザー級王座を奪取する。しかし、9月20日、デビット・コティに判定負けを喫し、初防衛失敗。1978年7月21日、エウセビオ・ペドロサの持つ、WBA 世界フェザー級王座に再挑戦。しかし子で敗退。 1988年3月12日、イグナシオ・マドリッドに4子負けを喫し、23年間のボクサー生活にピリオドを打った。104,088勝78個13敗3分。ありがとうございます。